ま、あ仕事の道具だからな、スマホは。もももう iPhone にするしかないからな。エアドロップ p はめっちゃ使うから。って考えたらやっぱ高い iPhone 買うしかない、ね、っていう話を、あのー、答えも出ないので永遠みんなとドラドラする時間が結構おい <laughs> こういうね、そのさ、男の人の方が、男の人が多いと思うんだよ、こう。 私の話見てる人も、ちろん女の人もいると思うんだけど、男の人の方がさ、こういうのさ、詳しいしさ、うんうんうん聞いてくれるしさ、なんか言ってくれるじゃん。だから楽しいんだよね。で、ごめん、これは女の悪いとこ出てる。もう本当に、女の子のこういうのは本当にみんなは慣れた方がいいんだけど、別に、あの、女の子がこういう相談してるときって、別に、その、明確に答え出そうとか思ってないから。 そう、ただ、えー、どうしようえー、ま、よ、そうだよね、って言いたいだけだから、僕そこも、ちゃんとみんなとも分かってくれてるからね。そう、もうみんな、もう女の子の味が慣れてますから、もうアイドルの、本当に、そのにも足らない話を死ぬほど聞いてきてる皆さんだと思いますから、慣れてるじゃないですか。だからもう、一番ショールームでこういう話はするのがいいんですよ。メンバーに言っても、メンバーも、私と同じぐらいの知識しかないから、語れないし、お互い知識がなくて。だけどもうみんなに言うと、誰かしら、 かか言ってくれるから楽しい <laughs> もうね、女子の相談は、あの、話をつなげばいいだけ。そうなの。もう答えとか求めてないんですよ。だけどめっちゃ聞いてくる。でもそれはちゃんと真摯に対応してほしいんだよね。だって姫だもの。と <laughs> いうことなんですよ。姫ありがとう。いつもありがとうございます。これになれちゃって。 本当にに私日常生活にこう適応できててなくて今んところ別に困ってないけど、何かしら構ってもらえるこの状況に慣れすぎてるじゃないですか。あ、ツイッターで呟いたら、ま誰かしらそうだねとか返事をくださる。で、ショールームもいつ配信してもなんかわかんないことショールームで聞いたら誰かが答えてくれる。この状況に、6年間、 つかつ使ってるから例えば誰か何かを話してる時にちょっと構ってもらえなかっただけであもう何なのえ私ここにおる意味あるえ何なんとか言いそうじゃない <laughs> だから怖いのみんなみたいなわがまま小娘を相手にするのを慣れてるじゃないですかもう何十人もわがまま小娘の相手してるでしょみんな慣れてると思うんですけど慣れてない人と喋ってる時に多分ちょっと ひめ扱いされてる時の自分が出ちゃうと思うんですよ。だから怖い。